ヘッドウ。一。エーザブロウたちの住まいは、港の中央から南へ出外れようとする掘割のほとりにあった。貧老樹の生い茂っている広い庭の中に、レンガ造りの二階建てで、部屋数の上下合わせて十にある本館と、木造の別棟が二つある。全体が小さな栄舎のような規模で、広庭の周囲には、 はざまのある熱い土塀が巡らせてあった。栄三郎が帰った時、木造の建物の方では、激しい激剣の稽古の声がしていた。そこは水管師佐藤幸四郎が、同志204人を教える道場に当ててあるのだ。ご機関でございますか。長谷川鴨が、玄関台の端まで出迎えながら一遊した。 カムの服装はすっかりスペイン風で、髪も総発にして肩へ垂れ、うっかりするとカツラをも使いかねないほど洋化している。玄八郎が右京に会ったそうだ。広間へ入りながら、エーザブロウが言った。右京にやはり、かねて考えた通り、ポルトガル人の元に身を寄せているらしい。乱大山の弊社へ入るところを見たという。 カモンはうなずきながら、広間の中央で立ち止まり、ふと目を返して小菊を見た。彼女は玄八郎を塔へかけさせていたが、それが済むと三人にえしゃくして静かにそこを立ち去った。実は私の方へも、右京の新編の情報が入りました。カモンは二人と相対して置かれた彫刻のある聖鷹の椅子にかけて、ドン・バルゴーについてはお話申しましたな。 ルソン島総督、ドン・ゴメス・デ・コボス教の秘書官で、かつ、カピタンモールを兼ね、日本へも数回渡航したことのある人物です。先月、ここへ来たあの男を、彼から書簡が参ったのです。カモは上着のポケットから、卵黄色の大型の紙片を取り出して広げながら行った。去年の夏、長崎へ走ったスペインの交易船が数日前に寄港し、 その船長が報告してきたというのですが、江戸幕府の鎖国令以来、オランダと新国等を除く、あらゆる外船が禁止され、英、仏、西、つ、せほ、各国とも密貿易の手段によるほかなかったのです。しかも、去年の禁令改元によって、極めて不自由なものになったのですが、意外にもポルトガル船のみは、 非常に寛大に扱われている事実が分かったというのです。単に寛大な扱いというばかりでなく、マカオとエドバ府クとの間を圧線するある人物があって、両者に深い木形が取り交わされている様子だとさえ申します。その圧線をしているのは右京だというのかこのバルゴーの書簡には、封じという名がしたためでございます。それだ原八郎が乗り出して、 富士は藤巻の塔に通ずる。彼を置いて幕府と提携することのできるものはない。それに加えて、カモは続けた。また一方、ポルトガルは先頃よりイギリスと同盟を結び、このマカオにおいても種子の勝利権を譲っており、また日本への交易航海には共同合意と称してイギリス軍艦を同行している状態です。ひどく不利になってきた。 エーザブ三郎は探索するように言った。二、実は今、拙者のために、バカ様へ思いがける迷惑がかかってしまったのだ。エーザブ三郎の探索を引き取るようにして、原八郎が言った。それは今、話すには及ばぬ。何事です、バカ様。何、海岸通りで、イギリスの士官たちが、小育に無礼をしたのだ。 おとなしく謝罪をしろと言ったのだが、こっちを見くびった態度をしたので、少し苦しめてやった。どの程度に遊ばしましたまず、平手打ちをくれた。エーザブローは苦笑した。いけませんな。それ以上の侮辱はございません。こちらへ来てからこの方、イギリス人の傲慢な態度には、我慢のならぬものがあった。第一、彼らの深刻人に対するやり方は、狼烈を極めている。 カゴの上に反り返って、杖で妊婦を殴りながら行くアリ様は、まるで牛馬を使うに等しい。掘りがあったら、思い知らせてくれようと思っていた。それがつい、出てしまったらしい。平手打ちで済みましたか。いや、抜いてきたから、はずみに剣を奪って叩き折ってやった。うも者ですな。カモは苦い顔をした。外国人との間に、本上を犯さぬよ。う。 くれぐれもご注意申し上げたはずですが、こちらでイギリス人と争いを持つのはひどく不利なのです。それでなくとも彼らは日本人がこの難解に勢力を腐食することを喜んでおりません。悪くすると騒ぎは大きくなりまするぞ。責任は拙者にあるのだ。曲がり違ったらこの命一つを投げ出せば。玄八郎が責任を負うわけはない。エーザブローは椅子から立って、 第一、相手が承知をしないだろう。それよりもカモ、こっちから逆に決闘を申し込んだらどうか。下手に騒ぎの大きくなるのを待つよりは、先手を打ってそうする方が案外簡単に片付くかもしれぬと思うが、誰かその場に立ち会ったものがありますかパードで恐怖がおられた。カモはげを噛みながらしばらく考えていたが、恐怖を決闘の海沿いに、 お願い申すというわけには参りませんな。そんなことはあるまい。普通の宗教者とは違って、恐怖はつまらぬ教義などに関わらぬ方だから、お願いすれば承知してくださると思う。その場に居合わせたものといえば恐怖だけだし、私が行って頼んでみよう。しかし、若様、申し込んだ方には武器を選ぶ権利がないのです。良いではないか。よくはございません。剣ならば、 ギムナジウムで五連集遊ばしていますし、一連流のお手並みで一生と存じますが、もし鉄砲を選ばれたらどう遊ばすウィリアム卿は射撃の名手で殺人ウィリアムと言われている。エザブローは恐怖がそう言ったことをちらと思い出した。今そんなことをここで案じたところで仕方がない。何よりもこちらから先手を打つのが好民だ。行って恐怖に頼んでこよう。 ご自身がありますか何鉄砲ぐらい、帰ってから練習すればいいさ。ゲスにも撃てるものだ。そう言って、エーザブローは出かけようとした。3。エーザブローが出かけようとしたとき、馬と呼ぶ深国人の召使いが入ってきて、バカそま、ご面会の客が見えました。と通じた。来たか。 英三郎は下打ちをして、カモ、どうやら先手は取られたようだな。何者だカモが聞いた。インド人の召使いでございます。インド人血統の死者に国土をよこすというのは変である。英三郎はちょっと考えたが、場を促して足早に玄関へ出て行った。待っていたのは、力士のようなたくましい体つきをしたインド人で、 群らしゃに飾りをつけた地獄の服を着、黄色の束を巻いていた。私が、お互い英三郎だが、オランダ語で言うと、相手は教師の礼をしてから、桃色リボンで封をした一通の書状を取り出し、どうぞこれを、と英語で言った。英三郎は脇へ寄って裏を改めたが、差し出し人の長ない、封を切ると、 甘美な香料の匂いが柔らかく鼻を打った。開いてみるとあなた様のご身辺に危険が迫っています。どうぞこの者と一緒にお運びくださいませ。お目にかかって申し上げます。口なしの花より。美しい女文字で簡単にそれだけのことが書いてあった。口なしの花。 映ザブローはつぼやきながらしばらく考えていたが、ふとマドレーヌのことを思い出した。海岸通りで馬車の上から投げて起こした花、あの時はよく見もせずに捨ててしまったが、そういえばどうやら口なしのようであった。恐怖はマドレーヌとたびたびあの道であったと言われたし、花を投げたのは愛情の漂白であるとも言われた。 英国領事の礼状なら、ウィリアム教との争いについても、今頃は、きっと評判を聞いたであろう。ことによると、彼らが何か、卑怯な企みをしているのかもしれぬ。そして礼状が、それを自分に知らせようというのではあるまいか。しかし、行きずりに会うだけの異国人に、自分の同居者を裏切るなどということが、それも、領事礼状とあるほどの人が、 映ザブローは、ちょっと判断のつかぬ気持ちだった。カムに話せば、一言のもとに、拒絶せよと言うであろう。けれども、口なしの花、という文字が、強く映ザブローの心をつかんだ。おい、馬中。思い切ったように振り返って。私はちょっと出てくる。カムが聞いたら、恐怖を尋ねて行ったと言え。かしこまりました。案内してくれ。 映像ブローは死者を促して出た。もう黄昏の色が濃くなっていた。門を出て一丁ほど行くと、掘割りに沿った道の角に一台の馬車が待っていて、御車がランプに火を入れているところだった。どうぞこれ、お召しください。死者はそう言って扉を開けた。といのか。いいえ、人目をぶかりますので。 エーザブ三郎は頷いて馬車へ乗った。四馬車は三十分ほど走って熱いレンガの障壁を巡らせた大きい屋敷の裏門の前で止まった。どうぞ、お降りください。インド人のしもべが外から扉を開け、門内へと英三郎を導いた。門の中は青々とした芝草の広庭で、 三四十尺もある夏目足の木に左右を囲まれた小道がまっすぐに白和で塗り上げたスペイン風の建物へ通じていた。とっぷりと暮れた屋敷のうちは広いままに新館として建物の方から静かにハープの音が聞こえてくる。地獄は無言のまま樹冠の道を途中から右へ折れて日本の茶室とも言うべき 小さな平屋造りの建物の中へ案内した。ここでしばらくお待ちください。そう言って下僕が出ていくと、あとは何の物音も聞こえず、ハープの音もまたここまでは届いてこなかった。エーザブローは部屋の中を見回した。およそ十二畳時期ほどの四角の室で、床には厚いペルシャ絨毯を敷き詰め、一方の広い壁には、 カリウドの絵を織り出した豪奢なゴブランの壁掛けが掛けてある。南側は鎧戸のある窓。中央に彫刻のある品テーブルが置かれ。その上にはくじなしの花をいっぱい持ったギアマンの花瓶があった。その花の幽塩な後気が夕暮れの濃くなった室内の空気にそそるような甘さを与えている。エーザブローは 窓の方へ寄って、すでに星の見え始めた夕空を仰いだ。夕映えの色も残り少なく、高い雲の表を渡り鳥の影が三三五五北へかけるのが見える。遠く来たな。ふと湯のように、傍郷の思いが胸へ溢れてきた。江戸ではまだ残りの上に杖を引く人もあろう。 車では桜の支度にかかる頃だ。癒しい遊女の身を恥じながら、熱い死亡を寄せていた舞犬という女。気のいい大橋屋の亭主、カモロたちはどうしているか。お茶も、マルトモのお通も、さぞ情けを知らぬ男と恨んでいるだろう。寂しい顔の娘だった。エーザブロウは、被告をつぶやいた。 はしのりょうで、おちよからはじめて、彼女の心を明かされたとき、この娘なら、自分の妻にめとってもよいと思った。そして、前にの、さざんかをたおって帰った。あの気持ちが、彼女に通じたであろうか。彼女たちとも、別れの言葉を交わさなかった。てつざんとも、会う機会はなかった。おしょうはどうして言うだろう。 あの遮奪な話術で誰を相手に笑わせていることか。ある客も気ぬるよ。色寂しきサザンカの花と匂い,いのこき口なしの花と、車の主観に興じたシャミセンの音と、ここに効くハープの音と。エーザブローは遠ざかりゆく渡り鳥の影の消えるまで見送りながら、まざまざしく故国を思い、 江戸を思い、そこにある人々の上を思いやった。お待たせいたしました。後ろで声がしたので、呆然たる思いから覚めて振り返ると、見覚えのあるヒワイロの絹を着たマドレーヌ城が、方を染めながら立っていた。ようこそ、おいでくださいました。そう言って差し出した手を、エーザブローは軽く握って、お手紙を、 拝見いたしました。失礼な仕方で、お怒り遊ばすのではないかと案じていました。でも私がお伺いいただすわけにも参りませんので。そう言いかけて、ふと気づいたように。どうぞ、おかけくださいまし。と、椅子の方へ導いた。ご何から、申し上げたらよいでしょう。マドレーヌは、 薄い絹のハンカチを桜色をした美しい長い両手の指で神経質に揉みながら。つまり、こうですの。私のまたいとこにあたるチャールス・ウィリアムという者が。ああ、彼はあなたのご親戚だったのですか。英国では名誉ある家柄ですし、チャールスも決して悪い人ではありませんの。古国では王のお気に入りで。 たびたび寮のお相手に召されましたし。お嬢さん、映ザブローは丁寧に遮って、彼の家柄や身分については、ウィリアム教自身からよく伺っています。けれど、たとえ今日の父君が自重長であって、今日が英国随一の名誉ある士官であろうとも、今日彼のした行為は見逃すことはできません。あなたのお怒りはよくわかります。 マドレーヌは困惑の目を伏せながら言った。東洋へ来てからチャールズは粗暴な人になりましたし、また広告の習慣をよく知っていませんので、つい失礼な振る舞いをいたしましたのでしょう。お言葉ですが、今日のなすったことは、どんな国の習慣でも許すことのできないものだと思います。繰り返して申し上げますが、私は彼が心から謝罪しない限り、 決して許しません。マドレーヌは、ほとんどハンカチを引き裂きそうにしながら、ずっと椅子からたって、足早に壁の方へ行き、すぐさま引き返してきた。おとがいさま、でも、このままでは、争いが大きくなるばかりですわ。あなたは、彼の方を打ち、剣をおおりになりました。あなたには、無論そうなさるだけの理由が終わりです。けれども、 チャールスにとっても大きな痛手ですわ。私は彼に決闘を申し込むつもりです。まあ。マドレーヌは愕然と身を震わした。お国にも騎士道というものがあるように、私の国にも武士道というものがあります。公衆の面前で地辱を与えられた場合、私の国の武士道は死があるのみです。いけません。いけません、おとがい様、ま。 チャールズは、あなたを殺してしまいますわ。彼が、殺人ウィリアムと言われていることは、パードレ恐怖から聞きました。それだけではありませんの。チャールズの受けた侮辱は、スコットランド号の全士官を怒らせました。彼らは、英国海軍の名誉のために、是非に関わらず、あなたを撃とうと図っていますわ。英国の騎士道では、それが名誉を守る手段なのですね。 おとがいさま。マドレーヌは、取り乱した様子で、振り絞った両手を、エーザブローの方へ差し出しながら言った。わたくしは、オランダ講師の招待会で、初めてあなたにお会いしましたわ。それ以来、パードレ恐怖様や、スペイン公使館の方に、あなたのことを、いろいろと伺いました。そして、いいえ、つまり、つまり、こうなんですの。わたくし、 あなたを危険からお救いしたいんです。彼らは騎士道の許さぬ手段を持ちさないほど目がくらんでいるのです。どうかこの土地からしばらくお立ちのきくださいませ。私は明朝、決闘を申し込みます。いいえ。彼らは今夜のうちにあなたを襲いますわ。今夜のうちにエーザブローは椅子から立った。 六。今夜のうちに襲撃する手はずとは、全く思いがけぬことであった。それは、私どもの住まいを襲うという意味でしょうかそうなのです。マドレーヌは哀願するように。今夜の十二時を合図に、人数を揃えていくと聞きました。私、チャールスに、思いとどまるよう、できる限り頼んだのですけれど。 他の士官たちまで熱狂しているので、どうすることもできませんでした。仏様、どうぞすぐ、ここをお立ちのきくださいませ。彼らは、船にいるのですかえ、スコットランド号にいるはずですわ。エーザブローは一遊して。ありがとう、お嬢さん。ご講師は忘れません。仏様。マドレーヌはすり寄って。 承知してくださいまして、お立ちの木くださいますの。私は船へ行きます。今日のことは、私一人の問題です。同志の者たちに迷惑をかけたくありません。船へ行って、ウィリアム教と会いましょう。二人だけで解決したいと思います。い,いえ、い,いえ、行きません。それではわざわざ、死にに行くのと同じです。日本の武士は、 死ぬことより、卑怯であることを恐れます。これで、追い飛ばします。お待ちください。引き止めようとする手を振り切って、エーザブローは、扉口の方へ去った。マドレーヌは追いすがりながら、すっかり取り乱した静音で、なおも哀願を続けたが、彼はもう、振り返ろうともせず、大股に、庭へと降りていった。門を出たエーザブローは、 そのまま海岸通りの方へまっすぐに道を急いだ。彼はマドレーヌの行為を強く感じていた。彼女の深い壁色の目が可憐なほど愛情に震えているのを見た。イギリスの風習がどのようなものであるかわからないが、館のうちへ異国の若者を呼び寄せ、夕闇の中で二人きりで会うという危険をあえてしてまで、 自分の危険を救おうとしてくれた。それが、ただの行為でないことは考えるまでもないことで。そして事実、単身、スコットランド号へ乗り込むのは、油を追って、家中へいると同様であるかもしれない。しかし、彼女の愛情が、真実であるほど、いよいよその危険から身を外すことはできないのだ。彼女の瞳に燃えていた火は、そのまま、 彼を危険の真っただ中へ喜んで突進させる炎だった。一応、かもり知らせていくべきか。エーザブローはそう思ったが、立ち寄れば必ず同行するに違いない。そうかと言って、このまま、もし生還することができぬとすると、いたずらに皆を騒がせるばかりである。そうだ。恐怖を尋ねよう。そう気づいたので、 途中から道を折れて、恐怖の住んでいる、コレジオへ向かった。コレジオは、古生という運河に沿った、居留地の中央にあった。一面に、ツタカズラの絡んだ、ゴジック風の街道と、レンガ造りの教室、学堂など、広い一角をなしていて、夏目足の茂った一号に、恐怖たちの宿坊がある。エーザブロウが、 恐怖の住居を訪れたとき、ちょうどパードで恐怖は万党の務めを果たして帰ってきたところであった。な。お尋ねしようと思っていたところでした。恐怖は質素な今へ導きながら言った。ご用事は昼間のことでしょそうなのです。まあ、おかげください。恐怖に、 お願いがあるのです。エーザブローは粗末な手製の椅子にかけるとすぐに言った。実はこれからスコットランド号へ行こうと思うのですが、カモに知らせますと面倒ゆえ、恐怖から明日にでもご伝言を願いたいのです。お一人で行かれますか私とウィリアム教徒の問題ですから、二人だけで解決したいと思います。 それなら今夜、お一人で、こうしか行かれることはないでしょう。そうでなくとも、ウィリアム教の方から、なんとか行ってくるはずです。いや、今夜行かなければならぬわけがあるのです。どうしてですある人の名誉のために、理由は申し上げられませんが、私の方から、ここ一時ほどの間に行かぬと、無用な騒動が起こるのです。おお。恐怖は頷いて、 御行用のけさを脱ぎ、次の前へ去ってしばらく何かしていたが、再び戻ったときは外出の支度をしていた。では、私も一緒に行きましょう。それは困ります。相手はどうやら利比の分別を失っている様子ですから、恐怖に毎日のことでもあると。その心配だけはご無用です。恐怖は微笑して、我々教団では、 どんなことがあっても、僧侶に危害は加えません。と言って無論、私には、講師の危険をお救い申す力はありませんが、彼らが利比の分別を失っているのは事実でしょうし、どんな卑劣な手段を用いるかも計り知れませんから、正しい解決の法を取らせるためには、いくらかお役に立つと思うのです。ご好意はありがたいのですが、私は一人で行きたいと思います。 こうしよう。恐怖は、エーザブローの肩を叩いて。機械は左手にコーラン、右手に剣ということをご存知ですかイギリスは紳士の国だと言いますが、それは左手のコーランにすぎません。しかも右手の剣は、いつでも卑劣な手段で抜かれるのです。彼らは王に任命された海軍の士官ですが、同時に、海賊であることを忘れてはいけません。 だから私は一人で行くのです。防御は強打にしかず。これは私の国にもある利限です。罠と知って飛びかかるのは防御です。決して心得のある武士のすべきところではありません。さあ、参りましょう。卑劣な罠だけは私が取り除きます。イエーザブローは恐怖の決心の固いのを知った。いた方がありません。 こんなつもりでお寄りしたのではなかったのですが。しかし、これは作法ですよ、講師。恐怖は帽子をかむった。二人は揃ってこれじを出た。もうすっかり夜で南国特有の微風が高い木々の小杖をおののかせていた。素晴らしい夜ですね。恐怖は星空を仰ぎながら言った。 私の故郷はスペインの田舎ですが、こことは非常に気候がよく似ています。いつかお話しいたしたでしょうが、ちょうどこのような晩、私もあることで、幼馴染みの友と決闘をしたことがあります。いや、その話は伺っていません。お話しいたしましょうか。恐怖は再び星空を仰いだ。 私はイベリアの海に近い小さな城下町で生まれ、15の年にマドリード市へ勉学に出ました。そこで父の兄にあたる人が役人をしていたのです。私はその家からコレジオへ通いました。恐怖は歌うような調子で語った。根性の夜空と日光とバラの花園と ギタルラの音と、そして黒きマンチリアの影の厚き唇と、少年と少女の恋が一辺の死のごとく恐怖の口から語られた。エーザブローはしばらくの間、必死の決闘に乗り込んでいくことも忘れて、恐怖の話をうっとりと聞いていた。恐怖は十八の年にその親友と一人の恋人を争い、 ついにある夜、古城の城壁の下で月光を浴びながら決闘した結果、相手の心臓を刺して倒してしまった。しかし、それと同時に、恐怖はマドリード氏から永久に姿を消したのである。恐怖は恋のために親友と相戦ったが、己の剣が友の心臓を刺し通したその刹那に、恐るべき悔いを感じたのである。 彼はその恋人よりもその親友を愛していたのだ。親友の手から剣が落ち、海添えの男の腕の中へ青白くなって倒れる姿を見たとき、彼の恋もまた歌方のごとく消え去るのを感じたのである。エーザブローは恐怖の話が終わってもしばらくは無言のまま歩いていた。 あの時から40年近い年月が経ちました。私はもうはっきりとはイベリアの海の色も思い出せません。恋人の面影も自分の手にかけた友の顔も全く朦朧として夢のようです。けれども、あの時感じた悲しさ、悔いの苦痛だけは生々しくこの胸に刻みつけられているのです、こうしよう。 心というものほど、神秘なものはありません。肉体の傷はゆる日があっても、心に受けた板では、消える時がない。全く、消える時がないのです。恐怖は、詠嘆するように言った。エーザブ三郎は、その時もまた、そう、鉄案のことを思い出した。危険に直面しながら、帰って恋語りや、 友教のことを語るところに共通した多くのものが感じられる。テツさんがいつも彼を背にかばっていたその同じ感動が恐怖の様子の中に歴々れきれきと見えるのだ。ジャンクを雇いましょう。海岸通りへ出ると恐怖は先に立って東インド商会の前にある雇船所へ降りていった。 申し上げておきますが、ジャンクが騎士を離れると、恐怖はエーザブローの目を、じっと見つめながら言った。私の応対の住むまでは、相手がどんな態度に出ようとも、決して照らしをなすってはいけません。お分かりですね。承知しました。それから、決闘になっても、なるべく軽くおあしらいなさい。どうせ、講師に勝てる相手ではないのです。 しかし、彼も殺人ウィリアムと言われているそうではありませんか彼らの仲間ではそう言われています。しかし、昼間の立ち会いで、私には優劣がわかりました。もっとも、講師に限らず、日本人は武術の天才ですね。各国で恐れているのはその点です。平常は、恩は従順で礼儀を重んじ、ひとたび怒ると、単身よく、 数十百の敵に向かう勇気。しかも、その剣の鋭く的確なことは、全く脅威そのものです。私はしかし、それについて、こう思うのです。恐怖は、ゆっくりと言った。9。日本の武道というものについては、私はほとんど何も知ってはおりませんし、しかし、 我々にとって最も驚きに値するものはその剣です。剣は世界各国、どこでも武器として重要なものに相違ないのですが、日本の剣だけはまるでその概念の他にあるのですね。日本人は剣を魂と呼びます。これを打ち鍛える後人は神前に身を清め、あらゆるお愛から遠ざかって、生物を作るような無垢純情な態度で、 これに対すると聞きました。また、その溶鉄の精、また、その溶鉄の精庫にも数年、十数年の時を必要とし、水入れ火加減にも、水入れ火加減にも門外不出、不死相伝の秘術があるそうです。なお、その闘神にも姿とか、荷とか、匂いとかいう微妙な特徴があって、名刀と呼ばれるものは、 数百年を経て、いよいよ鋭いと申します。さらに日本人がこれを手にする場合、口の汚れをすすぎ、息のかかるをふさぎ、星座単然として、いささかも崩しません。それは、我々が製造を放置するよりも真言です。日本人は、剣を損すし、恐れます。行住座が、剣の前に、固く己の思想を守ります。 私はいつか、刀の手前、許すことはできません、という言葉を聞いたことがあります。すなわちここでは、剣が彼らの神であると思いました。これは驚くべきことです。パードレ恐怖は、熱心に言った。そしてエーザブローもまた、異国の人の口から聞くことによって、それまで無意識に感化してきたことを、 逆に教えられる感じがしたのである。我々の通念では、と、恐怖は続けた。剣は単に武器にすぎません。武人として、それを大切にすることには変わりがありませんが、それはどこまでも武器として、時には送信の具としてであって、決してそれ以上のものではないのです。しかし、日本人にとって、 その剣は信仰なのです。武道の神聖なのです。それを持つことは、魂を持つことなのです。しかも、その鋭利なことは、鉄を断ち、石を割る。世界中のどこを探しても、可用な武器は存在しません。日本人が強いのは、他にも多くの内容によるのでしょうが、その最も確信をなすものは、剣だと思います。 剣を中心にした心と肉体の修練こそ我々の基地すべからず神秘で同時にまた最も恐るべきものです。恐怖はよくそれをご観察なさいました。映像ブロウは頷いて言った。しかし一つだけ申し上げます。事実この剣は我々武士の魂です。したがって 武道の正義が許さぬ限り、決してみだりにこの剣を抜くことはありません。こうしよう。私は、今宵ウィリアム教が死なずに済むことを希望します。できるだけそうしましょう。ジャンクは、ゆるい横波に揺られながら、星空の下の海面を滑っていった。スコットランド号は、鉱山島の島鍵に闘病していた。 それは、一千トンに近い大イナウで、三重看板と、千種千尾の両路に、四方二門、複方十門を持つ、優秀な船であった。ジャンクが、原本島の光を目当てに、その右辺へ近づいて行くと、上からのぶとい声で、止まれ、と、わめくものがあった。どこへ行くんだこの船の近くへ寄ってはいかん。離れろ。 船長に会いに来たものです。恐怖が立ち上がっていった。ドンパードレが訪ねてきたと取り継いでください。大事な要件で来たのだと。恐怖様ですか原門の声がにわかに低調になった。すぐ伺ってきます。しばらくお待ちください。十。はしごを伝って、 二人が原門へ登ると、ちょうど戦士郎の方から三人ほどの士官がつかつかと現れてきて、ようこそ、パードレ恐怖、と一遊した。あいにく艦長は上陸されていますが、御用のおもむきを伺いましょう。どうぞ。ウィリアム教はおられますか戦隊長ならおります。では、ハリフォード副長、どうぞ私と一緒に、日本の講師。 おとがいエーザブロウ殿が来ていることをお伝えください。日本の講師副官長、ピーター・ハリフォードの後ろにいた二人の士官があっと低く叫んだ。彼らは恐怖の後ろにいるエーザブローの姿を認めたのである。エーザブローもまた彼らが昼海岸であった人々の中にいたことを思い出した。失礼ですが恐怖。副長は ぎょっとした様子で、そのご要件ならすぐお帰り願いたいと思います。どうしてですか話の概略は私も聞きました。和解のご調停なら全く無駄なことですから。和解ではありません。恐怖は落ち着いた静音で言った。そうではないのです。ご調停ではないとおっしゃるむしろ反対です。それというのが、 お聞きお呼びになったか知れませんが、今日の午後海岸で、ウィリアム教が日本夫人に、いささかどのすぎたいたずらをなさいました。彼は賠償婦だと思ったと申しています。今日にも似合わぬことを言われる。恐怖は眉を寄せて、名誉ある英国海軍士官が、白昼往来の多い路上で賠償婦に戯れるということがあり得ましょうか。さあ、それは。 なりもよく、事情を私は知らぬものですから。副長は、しどろもどろだった。しかもその時、夫人には、夫が同伴していました。身なり形も立派な夫人であったことは、同じ場所にいた私が、承知しています。けれど、恐怖。彼らは長い後悔をしてきた後で、非常に冒険を。つまり、率直に言うと、愛情に無効水になっています。 無論これは弱点ですが、海洋人にとっては、同情されて良い弱点だと思います。よくわかります。しかし、副長、貴家は、貴家の夫人がそういう侮辱にさらされたとき、同情すべき弱点のゆえに、相手を許されますかそれは事情が別です。どう違います。我々は、つまり、大ブリテンの基地で、未開国のものと比較することはできません。 日本は未開の国でしょうか見解の相違は致し方がないです。恐怖はつと右手を伸ばして、エーザブロウの腕をそっと押さえながら言った。よろしいお説に従いましょう。しかし副長、大ブリテンの名誉ある騎士が、一人の受けた恥辱を注ぐために、党を組んで幼地を仕掛けるというようなことも、許さるべき弱点ということができますか 私の知る限りにおいて、かような場合には、当人同士の間に決闘を行って、解決すべきだと思っていますが。無論、お説の通りです。ハリフォード副長は、公然と言った。いかなる場合にも、イギリス士官は、卑怯であることを憎みます。ありがとう、副長。お言葉を信じてよろしいでしょうな。それは、恐怖がご存知の通りです。では、 ウィリアム卿をお呼びください。恐怖は一歩開いていった。講し、オドガイエーザブロー殿は自らそれを希望してここへ来られたのです。十一、恐怖の言葉はそこにいる人々を驚かせた。噴撃に湧くるつぼの中へ逆に単身で乗り込んでくるとは意外である。 申し上げておきますが、パードレは念を押すように、講師は全く一人で来られるはずだったのです。私は講師が拒まれるのを押して、改造役として来ました。僭越ながら、決起に流行る諸君によって、万一にもヨーロッパ騎士道が蹂躙されてはならぬと思ったものですから。私がいる限り、その心配はご無用です。もう一度。 感謝の意を表します。恐怖が一遊した時、向こうから二人の士官と共に、大股にウィリアム卿が近寄ってきた。船隊長、ハリホード副長はそれと見て、遮るように前へ立ちふさがりながら、パードレ恐怖を改造役として、昼の日本人が決闘を申し込んできたんだ。副長、今日はだだっこのように粗暴な調子で、 これは私個人の問題です。副長はどうか、黙って見ていてください。待ちたまえ、私は副長として、君に正しい決闘をするように要求する。この野蛮人とですかウィリアム卿は怒号した。ヨークシャーの騎士、自重長の小たるサー・チャールス・ウィリアムが、この黄色い猿と、決闘するのですか過言だぞ、ウィリアム。エーザブローが。 一歩踏み出していった。我々が黄色い猿なら、貴公らは赤毛の犬に過ぎぬ。我々が野蛮人なら、貴公らは野獣だ。今貴公は、ヨークシャーの騎士と言ったが、一人で適せずと見て、多勢で用地をかけるのが、貴公らの騎士でおか。それが名誉をおもんずる、英国海軍の師父なのか。黙れ、黙れ私はただ一人できた。 それなのに気候は、この一刀の剣を恐れて決闘を拒む。それが、大英帝国、自重長のこの習慣か。これが恐れる。ウィリアム卿は、蒼白になって叫んだ。これが貴様の剣を、恐れるというのか。無駄な口論は、食卓の絹にもならぬ。恐れないならば、抜くべきだ。女性も差し支えないぞ。 その光源を忘れるな。待ちたまえ。副長が割って入った。この船を決闘の地で汚すことはできぬ。岸へ上がって邪魔の入らぬ場所を選ぼう。結構です。恐怖はエーザブローの腕を取って。こうしよう。これで決闘は決まりました。もう抗論はおやめください。私もそれを望みます。エーザブローは にっこり微笑して、方を巡らした。12。恐怖とエーザブローは、雇ってきたジャンクで戻り、ウィリアム共和探偵で、ハリフォード副長と二名の同僚を海添えに、海岸通りへ上陸した。ウィリアムは、まさに野獣計画の裏を書か,かれた。その計画は、彼自身のものではなかったが、 昼間同行していた士官たちが死亡で、日本人間を一挙に相当しようと図ったのである。しかしその計画が、領事令状の口から英三郎に伝わり、一歩手前で挫折したという真相は知らなかった。どうして計画が露見したかを考えるよりも、堂々と船へまで乗り込んできた相手の態度に、重なる屈辱を感じて憤怒した。 昼の時は、こっちが不用意に過ぎたのだ。正面から落ち着いて向かえば、はんな黄色い小猿の一匹、何の手間暇がいろう。彼はそう思った。ウィリアムが、故国にいた頃も喧嘩好きで、決闘することも何十回という数であったが、常に身に一根も受けず勝っているし、1662年、アフリカギニーへの遠征軍に参加した時も、 炎熱かの戦闘で抜群の先行を立て、その素晴らしい剣技は殺人ウィリアムの名をださしめたほどである。だから一度は負けを取ってあぜんとしたが、その自信はいささかも揺らいでいなかったのだ。場所を選んでください。海岸通りへ上がるとハリフォードに向かっていった。防水台がよろしいでしょう。結構です。 それから医者を呼びましょう。私の友人で信頼のできる者がいますから。私の方はどちらでもよろしい。ウィリアムがそばから午然と言った。しかし、そちらでお望みなら呼ぶがいいでしょう。それから葬儀屋も一緒に。それは面白い。と、海沿い添えの一人がそれにつけて、恐怖と医者と葬儀屋が揃えば、その場からまっすぐに天国へ行けるぞ。 ついでに遺書も書いておくか。そう言って、どっと笑った。栄三郎は、聞こえぬふりをしていたし、恐怖も冷ややかに会釈し,して。それでは、医者は読みますまい。お互いに、一人でも少ない方がおんびんです。参りましょう。恐怖は栄三郎と共に、先へ歩き出した。士官たちは、その後へ続きながら、聞こえおがしの高声で、 どこで誰と決闘した時はこうだとか、あの時はああであったなど、ウィリアムの腕の凄まじさを身振りまじりに話し合った。彼らはエーザブローをできるだけ無視しようと試み、ことさらに上絶と高笑いをしてみせた。ちょうど夕食後の時間で、海岸通りは鉱山島から散歩に来た人々で賑わっていた。中には、 夜会服を着けた。娘や青年がいて、ウィリアム教に呼びかけたし、引き止めて誘ったりするものがあり、ハリフォード副長が促すにもかかわらず、彼らはその度に立ち止まって、さも愉快そうに冗談のやりとりをしたりした。恐怖とエーザブローは、そんなことに構わず、ずんずん防水台へ上がっていった。こうしよう。 先ほどの話術は見事でしたな。恐怖が微笑しながら言った。何でしょう先方に鉄砲を取らせなかったことです。この剣が恐ろしいのか、とあなたは言われた。あの言葉は決闘を定めると同時に武器を決めていました。私はお見事、と思わず口の内で叫びましたよ。 13。場所が決まると、ハリフォード副長と恐怖が立ち会い人として、勝負の決定をどうするかについて相談した。ウィリアムは二人の対話を遮って。そっちは一層で決めるのも差し支えないが、私は自分の手から、剣が落ちるまでやめてもらう必要はない。ありがとう、ウィリアム教。エーザブローは素早くそれを捉えて。 おかげで勝敗のけじめがはっきりしました。私の方に条件はありません。いざ。ウィリアム教は手早く上着を脱いで、白い絹のシャツ、細身の長い剣を抜いて四五度、鋭く打ち振った。エーザブローは大剣の使え、手をかけたまま、いざと構えた。月が、鉱山島の上に、高々と輝き出していた。 立ち合い海沿い添えの人々はずっと下がって立つ。にわかり、ひっそりとした夜の空気に染み入るような地虫の音が聞こえてきた。ウィリアムは左手を背に回し、半身になって突き出した剣をぴったり相手の目線へつけたまま、ややしばらく呼吸を測っていたが、ほうら一声叫ぶとともに目へ胸へ。 ほとんど光のように、深速な月と月とのダッシュを浴びせた。はじめの叫びと同時に、栄三郎の右手に大剣がひらめき、鋭い月を外すと見るや、感覚を伸縮させつつ、両者の位置は左右に変わった。栄三郎は、ただ、相手の疲れるのを待っていた。西洋憲法の恐ろしさは、その隙のない、突放にある。 柳のようにターム細い刀身は、あらゆる感激を狙って突き、打ち、投げ、払うなど、千変万化する。その上体は、四重半身の構えであって、身体の方は、多く日本の剣道と相入れない。しかし、その貧速を主とする技法に、こっちから見ると、また別の欠点がある。変化の激しさに比して、その突きは威力が薄いし、投げや打ちや払いは、 たとえ当たったとしても、皮肉を削くに過ぎないのだ。つまり、最も成功した月を除いては、必死の打ち込みというものがないのである。日本の憲法が、一等地名をもって、本質とするのとは、およそ距離がある。エーザブローは、身軽に英法を避けていた。ウィリアム卿は、明らかに焦ってきた。白いシャツの胸が、汗でびったり張り付き、呼吸も切迫してくる。 しっかり、殺人ビル。士官の一人が叫んだ。そこだ、ポイントほーら別の士官もそれに増した。その時、エーザブローの口をついて、凄まじい気合の声が起こり、その体はバネのように相手の手元へ飛び込んだ。声ならぬ声が、海沿いの人々の間に起こった。ほとんど一瞬にして、 エーザブローは二三軒飛び下がっていたし、ウィリアム教の剣は宙へ跳ね飛び、彼は呆然と著立していた。しかし、すぐに振り返って。ピーター、剣を貸せ。いや、待て。エーザブローが遮って言った。初めの約束だ。剣が手から落ちたら、それで勝負はついたのだ。黙れ。剣が手から落ちるとは死ぬことを言うのだ。勝負はこれからだ。 お待ちなさい、ウィリアム。ハリフォード副長が出た。勝負はついた。これ以上は決闘の作法が許さぬ。英国海軍の名誉が許します。ウィリアムは狂ったように。ピーター、剣を貸せ。俺が倒れたら、貴様変わるんだ。そして、あの黄色い猿の血を、一滴も余さず、流してしまうんだ。抜いてください、副長。待て、ウィリアム。機会はある。 よさぬ、恋い、猿。わめきクルー、ウィリアムを抱き止めながら、ハリフォード副長が叫んだ。恐怖、その人、向こうへお連れください。